シャトーちょっとあんたどこで油売ってんの。私たちが押さえる証拠は2人でラブホに入るところ、そして一夜を共にし朝2人で出てくる映像。正直こんな地味な仕事だとは思わなかったですよ。探偵ってなんかもっとこうかっこいい。レナさんもかわいいっすよ。なんでそれ言わないの。いや言ったじゃないですか。ちょそれ雑に扱っちゃダメですか。こいつは今日から入った新人なんで。いやあんたもここでは後輩なんだけど自覚して。自覚大丈夫。あいつ佐藤か。悪いけど運はありそうですね。ラッキー。彼が普段何をしているか、彼から見た世界はどう見えてるのか。研修がてら身辺調査なんておあつらい向きじゃないか。と何にもない平凡な日常じゃないですか。乗せたんだよ、行方不明の女子高生。つよユキじゃんこれ。何探ってたの。あなたが理由なんて不当なんだよ。三谷由紀は何だったの。偽物。いや年齢も名前も一緒なの。東京都練馬区に住む女子高校生の行方がわからなくなっています。由紀がどこにいるかって心配で。僕と玲奈さんバディじゃないですか。ニコイチっすよ、ニコイチ。